今お笑い部門に力を入れるホリプロが送るゴールデンルーキー、モノマネ上手の2人組は場数もたっぷり。キッカット手錠取ってくれよ。でも念願の取調室に来れたんだよな。テレビの刑事もんと変わんないじゃない。俺大好きなんだよな刑事ドラマ。そうだ、刑事さんどんな人来るのかな。柴田恭兵とか舘ひろしみたいなかっこいい人が来るのかな。何騒いでんだ。外れた。藤田誠だった。お前か、手こずらしてんだ。えんてめてすんで脅しかけちゃって。ねえねえ、それよりさ、俺犯人らしく見えないでしょね。ああ、だからさ、犯人らしい服持ってきたんで、ちょっと見て見て。ねえ、何してんだよ。チンピラ風のシャツ、それと薄汚れた作業服。これなんか人 2,3 人殺してそうでしょ。いや、服で決めるね、お前のことはさ。パンスト持ってきたんですけど、かぶるからな。え、なんか勘違いしてんじゃないのか。おっと、立ち上がりましたね。ということはいよいよ取り調べのクライマックスだな。お前いつまでそうしてるつもりだ。そんな姿見たら親は泣くぞ。出ました、必殺心理作戦。ところでよ、お前国どこだ。本当は東京なんだけど、秋田青森、そう青森です。青森か。あの辺雪も多いし冬は寒いだろうな。出ました、心理作戦パート2。次は肉親の話かな。ところでよ、お前お袋さん元気か。来た。今頃いろりの前でお前の代わり待ってんじゃねえのか。今時いろりはねえだろ。だけどこのまま行くとパート3の歌まで行っちゃうかな。確かこんな歌があったよな。来た。母さんが歌ってるよ。録音しとけよかったな。